はい、どうも。えー、この YouTube チャンネルの信頼相当チャンネルの運営者のライトを申します。今回はこの難しい話題になってきているんですけど、この世界最強の銃を考察していきたいと思います。でまず最初に世界最強の銃とは何かという、何をもって世界最強というのかっていうことについて、えー、定理、えー、条件を定めていきたいと思います。これはま、全部自分で考えたことなので、 ちょっと欠けている点だったりおろそかな点がある場合はコメントしてくれたらいいかなと思います。最初に生産性ですね。まず低コストでできるか。どんだけ優秀な銃でも非常にコストがかかったり費用が跳ね勝手しているとかなり製造が難しくなっているのでこれは世界最強とは言えないのではないかっていうそういう思いからこの低コストがまず最初に入ってきます。 で、次に最低限の技術で量産できるか。あのー、この先進国のね、えっ、ー、と、ハイテクな技術だけでなく、今、まあ、途上国でも使えるような技術で、清掃できるかっていうことですね。あのー、こうなってくると、かなり現代の兵器は、揃えるって感じなんですけど、次に、耐久性ですね。 これ結構有名かもしれませんけど、連続射撃ですね。えっと、銃は、えだんだん撃っていくと、というか、弾丸を発射するたびに重心、バレルの中を、え弾頭が通っていくわけです。よ、その都度、あの、加熱されていくんですよね、そのバレルが。あの、摩擦とかで。で、それで加熱しすぎたら、えバレルが、重心が破損してしまうっていうのがあるんですよ。この重心メースっていうのは、その、 一回の戦闘におけるものでなく、もうこれまで撃ってきた回数ということで、これくらい撃ったら破損するよっていう感じのものが重心命数となっています。この重心命数があまりにも低すぎないってことがま条件かなと思います。ついに厳しい環境で作動するか。あのー、やっぱりね、泥や埃とか、そういうところに紛れてもちゃんと作動するかっていうのが非常に重要だと思います。特にね、あのー、 銃使っている人とかは、この辺をかなりね、重視するんじゃないかなと思います。そもそもね、戦場とかで撃てなかったら話になりませんからね。ついに、整備性です。少ない部品数で、え組み上げられるか。あのやっぱり部品数が少ない方が、整備がしやすくなります。で、えっ、ー、と、操作性ですね。素人でもすぐには使えるか。 で、えっ、ー、と、拡張性です。線上に合わせて、えー、周辺機器を装備できるか、えー、という点になってくるんですけど、これは、あの、レールとか、あのピカニティーレールとか、ああいうものではなく、も専用、その銃専用のものも含めて考えていきたいと思います。ついに、汎用性ですね。あの、ちょっとずれる、ずれることになるんですけど、この有効射程とか、えー、相談数、 え、精度。まあ、ここで汎用性っぽいのが来ましたけど、対空。そして、ストッピングパワーが高いか。えー、これになってくるんですけど、まあ、有効射程高くて、相談数が多くて精度無い,いで、対空が可能か。ストッピングパワーというのは、あの、敵を行動不能にさせる力、えー、っていう意味ですね。えー、これが高いかってことです。あの、例えば、敵がいて、百発敵に命中させたとしても、 その敵が全然ひるまない、えっ、ー、と、ダメージが入ってないってことになると、えー、これもまた意味がなくなってくるので、ストッピングパワーの高さが必要かなと思います。とこで、えっ、ー、と、ライが考えた世界最強の銃はこれだということで、えー、まあ、自分が考えた世界最強の銃はこいつだということで紹介をしていきたいと思います。こいつですね。はい、MG42 です。もう、このチャンネル、 を長く見ている人だったらね、一瞬で気づいたかもしれませんけど、MG42 です。で、えっ、ー、と、先ほどもけた条件に、えっと、根拠を適合していきたいと思います。え MG、ね、MG42 が世界最強の銃に近いということですね。えっ、ー、と、あの、世界最強の銃っていうのはね、そもそも存在しないと思います。あの、銃というのは、それぞれ使用目的に合わせて製造しているので、そんな万能な銃はないと思います。 で、えっと、今回は、その世界最強の銃に近いというね、そういう観点で、え話を続行していきます。まず、生産性について、えプレス加工を多応で低コストで製造することができます。ついに、えっと、耐久性ですね。え閉鎖機構のローラーロック式で、ドイや誇りに強い。えっと、このローラーロック式というのは、えっと、遊程を閉鎖するものになります。 で、次、整備性ですね。えっと、フィールドストリップが容易で、重心、んちょっとね、これ G 間違えてますけど、重心交換が可能な点です。あの、M27 とかね、あの、最近、分体支援課金出てきましたけど、あれはね、やっぱり分体支援なのに、ちょっと、重心交換ができないっていうのはね、かなり、えー 劣化している点かなと思います。で、このフィールドストリップっていうのは、あの、銃の分解結合とか、まあ整備のことなんですけど、まあ一般的に戦場で行われるやつですね。まあいわゆる通常分解と言われる意味の方が高いと思います。で、操作性です。え、これはまあ一般的な機関銃と同じような操作できますね。で、あとちょっとずれますが、バイポットを グリップみたいに使うこともできます。で、あの対空ティティ、拡張性なんですけど、対空ティティをつけることができて、えー、とバイポッドそして多機能の三脚を装備可能です。あのこの対空ティティなんかもね、フロントサイトとかね、えー、とパッドつけるだけで、ディアサイトは確か標準でできると思います。で、バイポッドを なんですけどこれはねすごいですよあのカリスとかあ,のああいうのじゃなくてもう専用のバイポットになるんですけども,うものすごく機能がすごいあの角度を自由に変えられます段階とかではなく曲,があの曲げてあのネジを回して角度を調整するようになってくるんですけどこれがものすごく精度がいいと思いますあとこのバイポットを畳んで バレルに引っ掛けて固定することもできます。そして、あの、普通のバイポットと違って、固定した後に銃を幅広く振ることができます。なので、えっ、ー、と、敵の射角に対応しやすいですね。で、この多機能の三脚については、えー、次紹介していきたいと思います。で、次、汎用性ですね。えー、様々な戦場に対応できる。えー、どういう意味かと言ったら、 さっき言った対空にできるかというか、そういう点ですね。で、他に、狩、え、猟、ー、や、射撃競技に応用可能ではないかという点です。あのー、まあ、今から話していきましょうか。えー、と、有効射程がこいつは1000メートルですね、えー。使用弾薬は 7.92×57 ミリモーゼル弾になってくるんですけど、この 7.92×57 ミリモーゼル弾っていうのは、えぇ、ー、20世紀後半くらいで、後半じゃないか、まあ、真ん中くらいで、 出てん軍用の銃として使われたわけなんですけど、まあでも、その後に、21世紀になってから、え上のある通り、修行や射撃競技に使われてきたので、これを、えこのように、MG42 でもこれから使用可能かなと思います。で、えーと、次、相談数ですね。相談数は、こうい 普通のこの MG42 は、えっと、ベルトリングを使用してあの弾を連結させているので、えっと、独自設定と書きました、まああのー、ベルトリングなんでね、まあ、好きなように設定できると思いますでえっと次 さっき説明したこの多機能三脚を詳しく見ていきましょう。これ MG42 のこの専用三脚のこれ、名前がありまして、これがラフェッテ42と言います。えっ、ー、と、これがものすごく優秀で、MG42 の精度をさらに上げてくれる兵器となっております。まあ、保証する感じなんですけど、射撃時の反動を抑える、あの、 グリップ周り見てわかると思いますけど結構固定されているんでそしてあのこのバイポットを前にあえてつけることで重量を増して、えー、跳ね上がりを抑えるとかそういうこともありますね、えー、そして射,射角調整機能で広範囲に弾を散らばすことで制圧効果を高めることも可能ということでしかもねこれすごいのが段階的に変えることができて あえてこの制圧するためにバラきさせているそういう使い方もできます。これはね、こういう三脚は多分ラフェって42とかも、これ専用の機能だと思います。あの、あまり効かないですよね、こういう機能は他のトライポットとかで。で、次に、姿勢を変えれます。え、対人姿勢、多分これ対人姿勢なんですけど、 射撃姿勢を変えることができて、対空射撃姿勢にもなります。でえー、とこれラフェット42にあの標準のスコープとかついているわけなんですけど、それを使って、えーまあ、反動も抑えることも可能ということで、有効射程が 3200m になったりします。でえー、と重量はキロで 折りたたんで兵士一人で背負って抵抗することも可能です。あの、この MG42 のバレルの下に、あの、茶色いあれあると思いますけど、あれは実際にこの兵士が背負うときに痛みを和らげるものらしいです。まあ、こんな感じ m g 4 2はね、最強だっていう、最強に近いということで言ってきたわけなんですけど、 他に先ほどの条件が適合しやすいのはこれということで、こちら。アフタマットカラシニコバですね。え、これかなり有名な銃となっています。もう、誰もが知る銃ですね。確か製造数か何かが、えっと、世界トップでギネスに登録された銃らしいです。もう、どのゲームにも出てくる。え、まあ一番有名な銃ですね。こちら。 AT-47 と言われる、えっ、ー、と、ソビエトの銃となっています。こちらもね、あの、生産コストが低くて、えー、かつ、精度がいいというよりかは、あの、泥や凝りに強いっていう点が優れていると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントをお願いします。